最長像なき、清志人史最長は、平安時代の僧。日本の天台宗の快奏であり、伝業大師として、広く知られる。大御国師は軍古一号もしくは正元寺の地に生まれ、俗名は、三つの帯と荒野。青年に関しては、天平寺院後二年説も存在する。中国に渡って、仏教を学び、帰国後、比叡山に延暦寺を建てて、天台宗の快奏となった。 なお、年齢は人語慶雲元年出生説に基づく。書における支障は明らかでないが、延暦23年に日当し、貴重にあたって、王義氏の17条、王剣士、王洋順、諸水寮などの筆跡や、宝上類を持ち帰った。その書風は、空海の変幻自在なのに比べて、成長で品格が高い。親戚として現存する者には次のようなものがある。 旧角帳は、公認4年11月25日付で書いた石徳で、旧角正音の句で始まるのでこの名がある。宛名は、高尾半砂利とあり、これは、高尾山寺に派遣した、最長の弟子の安則であるが、実質は、空海宛である。心が、筆端まで行き届き、澄木成長、品格高米で、さながら、大義士の、 周知性教助を肉質化したような響きを放つ。大きさは、二十九点二センチメートル五十五点二センチメートル。奈良国立博物館像。国宝。浄土院、伝業大師の描書、滋賀県大津市比叡山延暦寺旧覚性音、長瀬恋無極殿。上安和かつ以下状大阿ジャリ書示せ五十八市女中、百二十例仏並び方円図並び中義透明。 今祭りは市道そのライブズ社福骨霊危機あじゃりその、ところ千杉並その対等を告げせそのは死者、遭難作著室の分難改め五代を門見示せ、その一曲必ず作りはしささぐ上坂金不定、里市仏師法上加南公任4年11月2一日、小法廷最長上場高尾藩じゃり法前、旧拡張文面は、大あじゃりの示された58の死の女に、 百二十来仏、法円図、中義という署名がある。その詩の意味はして、返礼の詩を作って差し上げたいが、私は来仏図なるものをまだ知らない。どうかこの胸はあジャリに伝えられ、法円図、中義とその対意をお知らせいただきたい。という趣旨の内容である。将来目録は、在当中、最長が越州で収集、または章を移した継書、天台関係の文書。 宝具などの目録で、延暦24年に書かれたものである。会所であるが、旧角帳と同じく、王義士風の流麗な筆地である。延暦地蔵。国宝。勝間混合目録は、最長が唐からの将来品を、公認2年比叡山に奉納した目録の断片で、その書行の文字によってこの名がある。前紙に、比叡山の印が押されている。延暦寺蔵。 国宝。天領大師同行像は、正元寺、延暦寺、総林寺、三千院、松尾寺、納福寺、福寺、長宝寺、天皇院、立石寺など、天台宗の寺院に設置されている。ありがとうございます。